え次に山本幸子さんの質疑を行います山本幸子さんはいありがとうございます、えー、自由民主党三重県選出の山本幸子です、えー、この機会をいただきましては皆様に心より御礼を申し上げます、えー、今日は地方が抱える課題について伺います えまず水道事業についてです、えー、自治体の独立採算性ですけれども、まあ、あの事業基盤がです、ね、弱いところも多くて、まあ、自治体に聞きますと、まあ、水道事業をこのまま継続して、なおかつ耐震化も進めていけるかどうか、まあ、大変不安だというのが、あの正直申し上げて本音であります。えー、全国の耐震化率は4割程度そして、えー 毎年の管路更新率も1%を切っています。まあ、そのような中で4月から厚労省から国交省に業務移管がされますえ、まずは今までと何が変わるのか、そして政策の継続性はあるのか、また自治体への業務への影響も伺います。まあ、例えば、厚労省と国交省ではですね。公共工事の積算基準とか、また国の補助率もまあ違うわけであります。けれども、もえー、大臣に伺います。 斉藤哲夫国土交通大臣はい、あの上水道下水道あの水道行政におきましては、現在老朽化の問題から災害への対応、それから人口減少による先ほど委員おっしゃいました。経営環境の悪化、そして担い手不足など大きな課題を抱えております。え、この4月1日から上水道が国土交通省に厚生労働省から移管されます。まあ、今後は広域化や官民連携、携技術開発など。 事業の効率化、基盤強化に資する取り組みを、えー、まあこれまで国土交通省、下水道は担当してまいりました、上下水道一体で推進していく、そういう体制になったわけでございます。えー、下水道をはじめ様々なインフラのの整備管理の知見や 地方整備局などの現場力も活用可能となりますまあ、ここが変わる点ということでございます、えー、そしてまあこの度の能登半島地震におきましても水道と下水道の復旧工程を共有することで効率的な進捗を図っておりまた水道の災害復旧事業に対する補助率が下水道道 下水道と同様の水準までかさ上げされることになります、えー、上下水道一体となった速やかな復旧を支えているところでございます今後は えー、国の補助金申請等の窓口が、国交省地方整備局に統一されますので、自治体からは非常に問い合わせしやすいなどの、まあ、そういう事務的な効率化が図られるところかと思います。先ほど申し上げました補助率のかさ上げと一体となりまして、まあ、こういう点を十分生かしつつ、より充実した上下水道行政の実現に向けて頑張っていきたいと決意しております山本さん。 ありがとうございます。あの今地方整備局のお話がありました。まあ、今も、えー、震災のですね復旧に当たられていただいております。あのテックフォースの皆様には心より、えー、御礼を申し上げます。また小さな役所はまあ、水道課がもう1人しかいないとかですね。あともう技術系の人がそもそもいなくって文系の人を採用して。 技術を教え込むとかですね。あと、あのまあ、水道工事の業者も、実は大変減っています。まあ、これはやっぱり、なかなかあの水道工事がまあ儲からない,と,いうとおかしいです。けれども、あの大変あ厳しい状況だったので、まあ、どんどん業者も減っている、というのが地方の現状であります。あのぜひ、知性局の皆様にはあのサポートをお願いいたします。そして、人口減少でですね、まあ、給水減価は非常に高騰しています。 ただ一方で水道料金の値上げも、まあ、地方は高齢者も多いわけでして、まあ、簡単に値上げはできません。あの人口減少の中、えー、どうやって水道事業を維持していくのか、これは社会保障制度同様、 これからの日本が直面すする大きな課題だと私は思っています水道事業の独立採算性と、そして今度、公共事業としての国の責任、この暮らしの重要なインフラである水道事業の今後の在り方について、総理のお考えを伺います岸田内閣総理大臣。あの今回の能登半島地震では、 えー、上下水道に、まあ、甚大な被害が発生いたしました、えー、そして復旧の時間,に、えー、時間を要し,て要しています、えー、そしてそ,のそれに対して、この上下水道の施設や管路の耐,久化対策だ耐震化対策、そして上下水道一体となった、えー、災害復旧。 こういった点が国民生活にとって、まあ、いかに重要な課題であるかこうい、こうした点が明らかになりましたあの。政府としては今、国土交通大臣から答弁させていただきましたように、まあ、4月より水道事業を、まあ、厚生労働省から国土交通省に移管するわけですが、あの今、ご審議いただいている来年度予算案に、まあ、上下水道一体での効率化、基盤強化に資する、 補助制度の創設こここうしたととも盛り込んででいるところです政府としては、公共インフラを所管する国土交通省の組織力、現場力も生かし、まあ、災害に強く、えー、持続可能な上下水道事業、これを実現してまいります。その際に、まあ、委員ご指摘のとおり、人口減少が見込まれる中、上下水道一体として広域化、 官民連携、DX の導入など、この事業の効率化、高度化、これを積極的に推進し、経営基盤を一層強化していくことに努めなければならないと考えております山本さん。 ありがとうございます。三重県ではですね、まあ、システムの共同化であったり、まあ、物品の共同購入をしてコスト削減を努めています。そして一方、現場の声としては、汎用性のある全国共通のシステムがあって、まあと若干地域によってカスタマイズできるような、まあ、そういった使い勝手の良いシステムがあればいいのではないかなという意見が出ました、まあ今。今まで厚労省でも情報活用システムの共通化を進めていただいていると伺っておりますので、まあ、引き続き 人手不足、えそして経験不足をカバーするですね、え事業効率化にもえ国交省でも期待をいたします。えまた事業統合などはですね、まあ、間に入る県の役割が大きくなります。あのまあ、国とぜひですね課題共有に努めてま前進できるようにお願いを申し上げます。え先ほどあの補助率はえ国交省に。 ししてもあままり変わらないといいととうことを伺いましたしあの、まあ、ただ一方で、あの今、総理からもさまざまなやっぱり支援、財政支援も必要と引き続きしますということを伺いました。あの耐震化更新には国からの財政支援については引き続き、まあ、地方の大きな大きな要請があります。あの水道だけではありません。えー、私の地元の三重県は、まあ、南海トラフ地震のリスクが大変大きくて、まあ、北部はゼロメートル地帯を抱えています。まあ、液状化の可能性があります。 南部では津波や土砂災害え、この危険が非常に高いわけであります。え防災・減災対策の継続は、まあ、特にです、ね、地方の声をまあしっかり踏まえていただいてえ、引き続き推進していただきたいと思いますが、まあ、改めて、えー、総理の決意を伺います岸田内閣総理大臣。えー、今般の,の能登半島地震の被災地において、まあ、復旧、復旧 政府を挙げて今、全力で取り組んでいるところですが、同時に、今般の被災地以外も含め、委員の地元で甚大な被害が想定される、この南海トラフ巨大地震をはじめとした、この自然災害への対応、これに万全を期し、被害の発生を最小限に抑えるよう、さらなる防災・減災、国土強靭化に取り組む必要がある。 と考えています、えー、昨年の、まあ、通常国会で成立した、えー、改正国土強靭化基本法により、まあ、令和7年度までの5か年加速化対策後も切れ目なく、えー、継続的、安定的に取り組みを進めていく法的枠組みが、まあ、創設されたところでありますので、えー、今般の、えー、地震の経験や、えー、委員御指摘の地域の声、えー、こうしたものをしっかり踏まえながら、 ハードソフト両面にわたり必要な事業を着実に進められるよう万全を期してまいりたいと考えております山本さんありがとうございますえ先週ですね明県議会ではあの この国土強靭化の継続を求める意見書を可決したばかりであります。でまた令和2年、私、そのとき県議会議員であったわけなんですけれども、当時はですね、3カ年緊急対策が切れるということであの、また議会でも意見書を提出しました。私、そのときの草案を書いた一人なんですけれども、まあ、絶対この文書は入れてほしいといった一文があります。それは大都市部の 過度な一極集中からの脱却、まあ、これをやっぱりあの地方出身の議員としてはです、ね、何かあっても取り残されるような地域をまあ絶対作らない、まあ、これが政治の責任だと思っておりますので、また引き続き お願いを申し上げる次第であります。さて、次は太陽光パネルのリサイクルについて伺います。現在ですね、太陽光パネルは廃棄物処理法に基づきまして、産業廃棄物として回収されて、15センチ角に切断して、管理型処分場に埋め立てられています。リサイクル義務はありません。循環型社会形成推進基本法では、この廃棄物処理 の方法としてはリユース、リサイクル、埋め立てと、えー、優先順位が、えー、規定されています、これは太陽光パネルも例外ではないわけであります。えー、2030年代後半に大量廃棄が発生するということを言われておりますけれども、この廃棄、えー、そして処分について、やっぱりルール 法制化というものが必要ではないかと思っております。えー、まあ太陽光発電に関する条例、えー、これは設置反対というわけではありませんけれども、えー、適切な設置、適切な運営を、えー、求める条例がまあ、えー、日本の中でも二百七十二自体が。 272の自治体が条例をすでに定めています、そして昨年の法改正でも、事業規律が強化されまして、不適切案件に対しては、厳しい措置を取ることができるようになりました、再エネ政策の中で,です、ね、廃棄のルール、また放置リスクの法的担保が、これは必要だと考えておりますけれども、エネルギー政策を所管されている経産省、 大臣にまずは見解を伺います斉藤健経済産業大臣。あの再エネの導入拡大はです、ねえー、地域との共生、これ、大前提でありますで。再エネ設備の設置に関する条例を策定する自治体もご指摘のように増加する中で、えー、経済産業省では昨年、再エネ特措法を改正し、 地域の方々への事業内容の事前周知を認定要件化をするなどですね、えー、事業規律の強化に取り組んでいます。で委員ご指摘の、えー、太陽光発電設備の適切な廃棄につきましても、近年事業終了後に放置がなされることを懸念する声もある中で、えー、地域共生における重要な課題の一つと認識をしておりまして、まずは事業者の責任で行われるということが原則ではありますが、 これが適切に実施されるよう、再害特措法に基づきまして、えー、事業者に対し、太陽光発電設備の解体撤去や、廃棄費用の積み立て、これを求めています。で、加えて、えー、2030年代後半には、太陽光パネルの大量廃棄が見込まれる中、まあ、昨年4月から環境省と共同で検討会を開催しております。で、検討の結果として、 まず、太陽光パネルの廃棄に向けた引き渡しを円滑に実施する観点から、含有物資情報が確認された太陽光パネルの使用を、もう4月から求めるということと、同時に、積立義務の対象でない設備への対応も含めまして、 確実な引き渡し引き取りがなされ適切な廃棄リサイクルが行われる制度の在り方についてまあ、1月に課題整理を行わせていただきましたで引き続き環境省と連携しつつ制度的な検討を含めて必要な対応を行ってまいりたいと考えています 山本さんあの、まあ、地方に来ますとです、ね、大通り沿いはそんなに分からないんですけれども、ちょっと通りを一歩入って、えー、山を分けるとです、ね、やっぱりちょっと廃棄されたものとか、えー、放置されているものとかが、えー、今でも見受けられますので、まあ、ぜひ、えー、そういったところのやっぱり、あの 規律を強化していただきますようお願いを申し上げますさてあの eu 諸国では10年ほど前に太陽光パネルを含む廃棄電子機器のリサイクル法が改正されましたこれは輸入業者販売業者を含む生産者が回収と廃棄の義務を法的に負っておりリサイクルの目的目標値も設定をしています日本でも家電や自動車については製造事業者がリサイクルの義務を、まあ、明確に 法的にも追っているわけであります、まあ、多くの人がですね、こういった使えるリサイクル費用、やっぱり安くないといけない,い,けないですから、えー、安定的なものにするためにも、太陽光パネルについては、まあ、高度なリサイクル技術の開発を支援して、そして例えばリサイクルの義務化、または法制化、こういったことも、まあ、検討も、 あっていまたですね、このパネルの問題は世界共通の課題でもあります。まあ、日本がまあ世界のぜひです、ね、ルールメーカーになるぐらいのまあ気概と取り組みがあってもいいのではないかなと思いますけれども、えー、環境大臣に伺います伊藤慎太郎環境大臣。重要なご指摘をだきました。 あの環境省としても、使用済み太陽光パネルの今後の排出量の増加に向けた対応として、リサイクル等を促進する新たな仕組みの構築が必要と考えております、まあ、委員ご指摘の法制化も今後、構築される新たな仕組みとして、いい選択肢の一つというふうに考えております。 まあ、あの先ほど、経産大臣からご答弁ありましたけれども、現在、経産省と共同で,です、ね、開催している有識者検討会の中間取りまとめ、これを踏まえて、まあ、具体的にどのような仕組みが望ましいのか、まあ、検討を進めているところでございます。引き続き太陽光パネルリサイクルに積極的に環境省としても取り組んでまいりたいと、そのように考えます山本さん。 えまあまずはですねやっぱり多様なまあエネルギー供給源の確保はまあ日本としても本当にあの必要であります。えー、ただですねやっぱりあの仕分けがまあ地方に行くことのないようにしなければいけなすいけませんし、まあこの廃棄やリサイクルルールのですねまあ明文化はまあ地方の要請でもあります。まあこれからもまあさらなる検討えそしてまあ法制化ぜひあの。 お願いを申し上げる次第であります。えー、さいえー、次にですね、水産業の振興について伺います。まあ今あの海の環境ずいぶん変わってきています。えー、うちの地元の三重県でも水産業盛んなところではあるんですけれども、えー、やっぱり海の環境変わってきて非常に漁獲高かも減少しています。まあそれでもですね、まあ状況良くしようと思いまして、まあ伊勢湾ではまあ県が えー、栄養塩類の規制から管理へと舵、えー、を大きく切りましてそして、まあ、き綺麗で豊かな海の再生を目指しています、えー、また、えー、今年は、えー、三重県内で三団体が、えー、ブルーカーボン認定を獲得しました、えー、海業振興モデル地区にも選ばれました、えー、そしてもちろん、えー、今日の漁獲を涙を飲んで 制限をして資源管理も行っています。あのこのようにまあいろんな取り組みをま進めながら、しかし同時にですね本体の水産業の経営基盤の強化も。 不可欠ですあの資源管理や漁業環境に資する取り組みをする漁業者には、えー、有料漁業者認定を与えたり、あるいは、まあ、インセンティブを付したりして、まあ、法人も含めて個々の体力と、そして共同体としての漁場の力を高めていくことが必要です。また、若者が参入しやすいように、えー、雇用の受け皿としての、まあ、そういったま基礎力も、えー、必要になってきます。まあ、のそのための、えー、漁業経営の基盤強化について、政府の考えを大臣に伺います。 坂本哲史農林水産大臣。 今委員の質問の中でとりわけ若者がどれだけ漁業に参入してくるのか就業してくるのかというのはまあ大きな課題であるというふうに思いますそういう中でとりわけやはり漁業があの魅力的な産業であるということをしっかりとアピールしていかなければいけないというふうに思っておりますそのためにはあの資源管理や生産性向上などに積極的に取り組んで やはり漁業というのが水産業というのが収益性と、そして働きやすさと、その両方を持っているんだというようなことのお手本になるようにしていかなければなりません。えー、農林水産省といたしましても、えー、生産性向上、あるいは労働環境の改善につながるようなあ漁船や漁具の導入や、IoT の活用、そして、えー、今言っていただきました、あの海業。 えこれはあの宿泊や販売や、あるいは体験漁業や眺望レストランといわゆる海の六次産業化といわれるようなものでありますけれども、こういうものも大いに今後、PR していかなければいけないというふうに思っております、まあ、そういうあの水産業を若者にとって魅力あるものにしていこうとされている漁業者の方々を、しっかりとこれからも予算面で、政策面で後押しをしてまいりたいというふうに思っております山本さん。 漁業を維持するということは、まあ、漁村コミュニティを、えーを、まあ、存続させるということであり、まあ、それはです、ね、やっぱり日本の海岸線を、 海,とですね、海を守ることになりますあの、まあ、非常に水産予算は、えー、農業に比べたら少ないんですけれども、まあ、ぜひですね、まあ、そういったやはり、えー、地方創生の意味からも、えー、漁業についても、これからもオールジャパンで水産を盛り上げていただきたいと思います。えー、最後にに、ねえー、農業における消費者の役割 まず食料安全保障における消費者の役割について伺います。改正食料農業基本、農村基本法では、事業者と消費者の役割が11条と14条に規定をされ、特に今回の改正では14条の消費者の記述が倍以上長くなりました。この両者の大きな意識変革が、私は求められていると思います。条文にあるように、環境への配慮のほかにも、例えば、 まあずっと議論もされていましたけれども、適正な価格転換に対する理解、あるいは消費者あ生産者へのリスペクト、食品ロスへの努力、まあ、こうしたものが必要とされるほかにです、ね、私もいろいろ農産あの生産者の方とお話をするとです、ね、やっぱり毎日、新鮮なものを商品棚に並べどという、この特にです、ねまあ、大きな店舗に、 えよるまあ過度な納品圧力が、やっぱりまあ生産者に対するです、ねまあ、大きなまあプレッシャーになっているんじゃないかな、それが結局、生産者を疲弊させているんじゃないかな私はあの思います。まあ、安定的な食料供給の維持のために期待されるえ事業者、消費者の役割というものは何なのか、教えていただければと思います。斉藤農林水産大臣簡潔にご答弁お願いします、えー、今回の基本法の法改正では 生産から、過去を流通、そして消費に至るまで、えー食、食料システムとしての考え方を明記をいたしました、まあ、そういう中であの、事業者の役割として、まあ、あのそのシステムの中で、しっかりと食品ロスやあ合理的な価格形成をしていただきたい、えー、それからあの消費者の役割としては、あの やはり職員の環境負荷低減まあ、こういったものに対する食料をま選択していただきたいあるいは持続的な食料供給のために必要となる合理的な価格にご理解をいただきたいというようなことをま期待しているところでございます今後事業者の役割そして消費者の役割あるいは交流の役割そういったものの理解を深めながら食料システムとしての やはり農業というものを確立させてまいりたいというふうに思っております時間が参りました山本幸子さんの質疑は終了いたしましたありがとうございます